とこれにて終了させていただきます。皆様早朝から長時間どうもありがとうございました。この後フォトセッションなんですが、リュウグウの前がいいでしょうか、パネルの前がいいでしょうか。はい、創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。11時からの若干会見の方が終わりまして、それでちょっと発表されたことがいろいろあったんですけれども、まあはやぶさ2が正式にそのタッチダウンを成功したということが確認されたということですね。まずは、それで、はやぶさ2から送られてきたデータを確認した結果がサンプル採取のためのプロジェクタイル、弾丸ですね、弾丸が発射されたことは確かであるということですね。そのプロジェクタイルの周辺にある、まあ、温度センサーの温度がその、上昇するというデータが取れたので、まあ、火薬が発火してその弾丸が発射されたものであるというふうに考えられそうですね。はい、現在、まあ、はやぶさの状態は正常であると。で、今、は、その、ホームポジション、リュウグウから20キロの地点にあるホームポジションに戻る途中であるっていうことですね。はい。で、まあ、会見の途中で、発表されたものとしてこちらなんですが、タッチダウンして、しばらく経った後、まあ、高度としては30メーター以下ってことなんですけれども、リウム表面にこう探査機の影が落ちてますけど、若干この中央がちょっと色が変わって見えると思うんですけれども、ここがまあ およそそのタッチダウンした場所ではないかということで、ちょっと色変わった理由っていうのは、そのタッチダウンをした後でこうスラスターを吹いて噴射して上昇するわけですけども、それによってこう、周囲の石とかが巻き上がった跡じゃないかっていうことですね。はい。でこの画像には一応、ターゲットマーカーが映ってるんですけど、まあ他の画像、まあ会見の資料とかに載ってる画像とかを総合して、まあ、判断すると、ここに2つの大きい岩がありますけど、そこから若干右上の、まあ、この指先あたりにあるちょっと白い丸い点見えるかどうかなんですけど、これがターゲットマーカーですね。でその左上、まあ、この辺、これがその会見で、いろいろ言ってます、その6メートルの円の着陸する、まあ、着地する地点の範囲の中、そのほぼほぼ、まあ、中央にほぼほぼピンポイントでこれ着地できてる感じですよね。これは非常に素晴らしい制御だと思います。でこの写真のこの上の方にこう黒っぽくこうつぶつぶになって写ってるのが、これ同時にこう巻き上がった小石とか砂利というか、そういったもんではないかっていうことですね。はい。なので、まあ弾丸、まあ発射はされてるとは思いますけれども、まあそれじゃなくてもこれだけ砂が舞い上がってるので、まあ前回のはやぶさ初号機よりは多くの資料が採取できるのではないかということで、今回のサンプルを収納するカプセルなんですけど、3つぐらいの部屋に分かれてるんですけれども、その最初の部屋、これにこの資料が入っているかどうかは、まあそれはちょっと戻ってきて開けてみないと分かりませんけれども、その蓋を閉める作業を、まあ、今日中にやるということでした。はい。はい。というわけで、タッチダウンの1回目は成功に、終わったというか、まだ解析は終わってませんけども、成功したということになります。で、今後なんですけれども、衝突帯をこう、小惑星の表面にぶつけて、そこでできたクレーターの内部から、地下にあるその太陽の光にこうさらされていない物質を採取するサンプルリターンのミッションがあるんですけれども、そちらはまあ今年の4月以降みたいですね、行われるのは。はい。まあ、それから今回のその先ほどの画像を撮ったカメラ以外に、
このサンプラー本に向かってこうついてるカメラがありまして、それはまあ JAXA への寄付金で作られたカメラなんだそうですけれども、それによってこう着地した瞬間のこの画像も撮れてれば、まあいずれ公開されると思いますけれども、まあそれをまあ一応待ちたいと思います。でまあ今後まあいろいろ解析が進んで、まあ画像とかデータとか公開されると思いますけれども、まあ期待して待ちたいと思います。というわけで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画から他の動画もよろしければ見ていってください。それでは他の動画で会いましょう。